ヒラドワンの伏せず、フレンチ・ヤコブ・ゾーン・フィッシャーがと推定、アトラス・アムステルダム・レオナルド・キャンプスは、オランダ東インド会社ヒラド召喚の第四代召喚長、ヤックス・スペックスの公認として、1621年10月29日から1623年11月21日まで、その任にあった。キャンプスは1616 16年初めに来日した。 1621年に召喚長になると、1622年1月27日に徳川秀忠に配列したが、その際にイギリス召喚長であったリチャード・コックスを伴ったが、これは両者で武器金融解除を請願するためであった。キャンプスは貿易額を拡大するため、中国の絹を日本に輸入することを提案した。彼は、 マカオにおけるヤンピーテルスゾーンクーンの戦闘行為が日本との貿易に打撃を与えたと信じた。東インド会社はマレー諸島において中国商人にその活動を阻止されたため1622年7月に宝庫諸島を占領しそこをアジア貿易の拠点とした。その後百二十四年には民軍と八ヶ月にわたる戦火を交えた両国の間で和議が成立し 高校の要塞と放題を発揮し、オランダ人は台湾に移ることを明星が認めた。このようにして台湾を占拠することとなったオランダ人は一コンに熱乱車場を築上し、台湾統治の中心とした。キャンプスは日本の絹の年間輸入量を180たと見積もった。1621年から1623年に、かけ、 毎年14隻以上のオランダ船が平戸に入港した。日本側はその代金を金銀で支払った。1623年、キャンプスは病を得、11月23日に平戸で死亡した。ありがとうございます。